はい、藤子です、本日もコロコロパンのアレンジパンを作っていこうと思っております。まずは強力粉が 140g ありますので、これを2つのボウルに分けます。で、こちらのボウルにはコロコロコロ、おい、塩を 2g 入れます。で、こちらの大きいボウルの方に砂糖 20g とドライイーストを小さじ1、で、こちらの塩が入ったボウルの方にバターをいつもは入れてたけど、今日は菜種油 10g のところを間違えて 15g 入れてしまった。もう入れちゃったのでやるしかないね。というわけで、こちらのイーストめがけて、ぬるま湯 80cc を入れます。そして混ぜます。はい、ではここにこちらの粉も入れて、油だからな、こっちに直接入れればよかったよな、忘れてしまった。はい、では混ぜていきます。はい、では油を入れすぎてしまったのでまとまらないので、粉を 20g 増量しました。はい、では今回もズボラに台には出さずこねていこうと思います。じゃあまあ大体ね、こんなもんでいいかな。一次発酵に入れていきます。35度で40分ぐらい。はい、ラップをして入れていきます。はい、ではそろそろいいかなと思いますので、これを、丸め直して6分割、4分割にしてみようかな。丸め直して、では傷口を中にして丸め直して、よいしょ、傷口を中に入れて丸め直して、乾燥しないように保湿をしてベンチタイムを10分取ります。はい、でね、今日はね、実験的に玉ねぎをのっけてオニオンパン、玉ねぎパンを作ってみようと思うので、玉ねぎを、スライスして準備しておこうと思います。丸々乗るかな、乗るような、乗らないような、ビジュアル的には面白そうだけどね。はい、ではそろそろベンチタイムが終わりまして、まずは一旦潰して丸め直してね。で、おへそを閉じて、で、こすり合わせておくと、一旦潰して、で、おへそをしっかりと閉じて、のけて、のけて、わのけて、じゃあこれを使ってしないようにラップをして、二次発酵に、まあ、30分ぐらい、かけていきます。はい、二次発酵が終わったところですが、こんな感じでね、やっぱりね膨らんできたね。なのでもう一度ちょっと密着させようと思うので、そこが平らのコップでね、押して、よこしょーと
よいしょっと。えい。結構しちゃった。で、今オーブンは180度に余熱を入れております。味付けね、どうしようかなと思って、なんもないんだよね。マヨネーズとかあったらよかったんだけど、塩を少々、胡椒も少々かな。少々触れるかな。結構バサッと出ちゃうんですね。で、あとはなんとなく彩りに、パセリ。パセリはね、焼き上がってから振ればいいのかもしれないんだけど。ではこれで20分ぐらい焼いてみようと思います。はい、では焼けました。ちょっとね、玉ねぎをよく焼きたかったので5分プラスしてね、全部で180度で25分焼いてみました。まだちょっとね、玉ねぎが不安だけれども、触れる程度には冷めたと思うので1個切って食べてみましょうかね。よいしょ。えい。どうかな。こんな感じだね。ああ、後悔してしまった。はい、ではこちら4分の1に切ったやつね、いただいてみようと思います。ネギはね、辛くはないんだけど、まあ微妙にまだちょいと生っぽい感じがあるから、もうちょっとね、薄く切ってのせるかなんかしてやった方がいいかもしれないな。まあ味はね、食べれなくはない。濃い味にみんな慣れちゃってると思うからね、そうすると薄く感じる人もいるかもしれないので、やっぱりね、マヨネーズを玉ねぎの上にちょっとかけてあげるとかしてあげたらいいんじゃないのかね。玉ねぎのパン面白い、ちょっとやってみたいなって思った方、参考にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。いつも見てくださいましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。